はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。テリワン SP 卵縛り編、やっていきたいと思います。で、前回白玉からモンスターが生まれて、で、こいつら鍛えて配合させようと思ったんですけれども、ちょっと一つ問題が生じてというか忘れてて、テリワン SP そういえばオスメス問題があるよね。で、ドイツがオスとかメスとか全く把握してないんで、ダイヤモンドスライムはメスで、セルゲイナスオス、ナスをオス、スカルスパイダーオス、みんなオスだな。キラーパンサーもオス、え、マジで殺人狩りもオスやんけ。マジか。ってことはこのセルゲイナスとスカルスパイダー変えらんないんで、もう一回卵買わないとダメか。金ないのにな。ちょっと金策のために売ろう。いや、武器は売れねえな。道具で世界一の歯15個、これ5個あればいいや。もうもはや卵のために10個売る。これ1500円調達。命の木の実とか、あ、安っ、ダメだ。スキルの種はまあ10円とかだったら持ってた方がいいでしょう。幸せの種も大した金にならない。元気玉777円で売れる。これちょっと何個か売っちゃおう。3個くらい売ろう。よし、これで5000円になって、ちょっと待って、2500円だったっけ。1つ7500円必要なのか。もうちょっと売ろう。これで6800、メタルチケットもいいや、2個売っちゃおう。よし、これで7800円になって、卵を白玉また3つ買うか。これ生まれないと性別決められないのか。その配合の時は性別決められたと思うんだけど、卵の段階では性別決めらんないよな確か。もう金がね。じゃあこれでまた星振り戻って、まあ捧げるは捧げようで、捧げてる間にちょっとレベル上げをしますか。チョフカで卵で白玉はかなき星々の温かい卵で、2つ目は地獄の丸い卵で、3つ目は静かな運命の丸い卵。じゃあちょっと卵が帰るまで扉巡りしますか。扉クリアするとボスで金がちょっと手に入るからね。まあこの2ついきますか。思い出の扉、ちょっと待って、パーティーメンバー決めよう。セルゲイナス外そう。ちょっとレベル上げたいからキラーパンサー入れて、ちょっと待って、どうなってんだ。あ、 M が2体いるからどっちか M 入れないとダメなんだ。 MM は無理だもんね。あ、いけた。あ、これにしよう。じゃあ鍛えたいちょっと3体を入れておいて、まあ、ダイヤモンドスライムいればなんとかなるっしょ。じゃあ思い出の扉いきます。さあ、これはスライム次か。とはいえなんかプラスチック弱気がでいい。こいつだけ過剰戦力だな。いや、マジ弱すぎん。ちょ、死ぬ、死んだ。待って待って待って、マジ無理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 。ギガレイン世界中の初使っちゃっていいよな。さっき大量1、経験値上げたいからな。大丈夫な、世界中の花って後でいっぱい入るよ多分。これ全開じゃないんだ、やば、きつい。でも60あればだいぶレベル上がるよね。2レベル、3レベル、4レベル。お、いいねいいねいいね。ナスミに至って6までいった。で、ヒットポイントと守備力、あ、ナスさすがに上がらないな。で、まあいっか。あとじゃあ装備だな。キラーパンサー、ヒノキの杖しか装備できないけど、まあいいや、上がらないよりはマシだ。殺人以外でこいつがなんか装備できんの、
何も装備できねえし。あ、メタルネイル。え、これさ、装備できない。え、どういうこと？装備してんのってわざわざ外さなきゃダメ？ちょっとスカルスパイダーは装備してない。セルゲイナスだよ。ダモーレスピアは、どうやったさ、これ装備を外す、国境の剣か。外して、ナスビーラとかなんか装備できないの？あ、国境いけんじゃん。なんか死んねえけど、攻撃力82まで上がった。で、殺人怒りは何も装備できねえな、こいつ。じゃあいいや、これでいこう。もう一回戦闘したい、ベビーパンサー。俺はキラーパンサーを連れている。キラーパンサーの実力見してやるよ。大尻尾好き早いです。ギガネインってマジックパーがなくなる。でもレベル上がれば回復するからね。30ダメだ、弱っ。まあレベル上げながらちょっと進んでいきますか。でもここだったら10は割といけそうだな。では最下層手前って思ったんだけどさ、ここ思い出の扉だからキラーパンサーじゃん。まあ別に仲間になったキラーパンサー使わないけど、で肉は回収して売る、資金源にしないといけないからね。で、あとモンスターの編成をちょっと変えて、ナスビラとかやっぱねレベルの上がりが早いんで、もうレベル10を突破してるんで、このスカルスパイダー入れてあります。気持ち悪い。そんな強ってわけではないけど、スキル覚えさせてないんだよな、何にも。お、これで殺人怒りも10レベルになったな。ちょっとスカルスパイダー見てみようか。全然覚えらんねえわ。暗黒ベタン、ベタンって何？1/4。あ、グラビデ的なやつね。そんなのあったんだ。そうなんだよね、スキル1個しか覚えてないから、多分スキルポイントの上がりがめちゃくちゃ遅いんだよな。ちょっと灯して、でキラーパンサー誰で挑むかだよな。スキルの種だ、やった。ちょっとパーティー編成は考えないと。最悪、まあ負けることはないけど、ダイヤモンドスタイルがいる限り負けることはない。エスモンスター3体でいくか、あ、3体っていうか4体でいくか、まあ、M モンスター入れるか、ちょっとパーティー考えよう。レベル上げはしたいんだよな。手数でいくか。手数でいってもな、弱いからな。じゃあうちらの、ちょっと待って、これ編成が難しいんだけど、どうすればいいんだ。 MM か。ちょ、1回MM にして、あ、こうだ。で、なんとなく並びはこういう感じにしとこう。よし、では行きましょう。キラーパンサー、いくつ、20くらい当たる。20当たってないから154。ナスビいけ、30いいね、強い。やばい、やられる。やばい、死んだ。キラーパンサー共食いしてきやがった。2回行動だったっけ。いや、もうギガデインが圧倒的な火力だからな。で、経験値は分配方式だから、まあ少なければ少ないほど増える。まあ、キラーパンサーもうレベル11いってるからいいでしょう。で、こっちのキラーパンサーとお別れをしましょう。で、卵はまだね、多分だいぶ時間あるから、これ見れるよね、一応負荷。まあ、全然45分くらいあるわ。で、そもそもダイヤモンドスライムのレベルが10になってないんで配合できないから、まあまた扉を漁って経験値上げでもしますか。で、勇気の扉のボスピークアイ、ちょっとセルゲイナス入れてレベルを上げたい。35ミス。
ってかキラーパンサーより弱くね攻撃力。あ、氷抜き40。うわー食らった。ちょっと待って、もう世界中の歯がなくなるんだけど、これはもう全部ちょっと今のは運が悪かったとしか言いようがない。会心食らったもんな。お前はミスが多いしよう。よし、こっちも会心返し。あ、そう、こいつ疾風だっけ、でホイミー覚えてるから。やばい、氷抜き死ぬんじゃない。キラパンサー死んだ。これはちょっと生き返らせない、もったいない。ナス入れるか。でセルゲイナスも意外にヒットポイント減ってんな。逆走で回復させよう。だから圧倒的力ってわけではないよね。普通に事故るし倒した。まあ180でもね、やっぱりここら辺のモンスター体になると全然レベル上がんないよね。まだ9だし。じゃあ格闘場行きますか。 D クラスとか行けるのか、あんま行ける自信がないけど、とりあえずやってみよう。グループ攻撃できる呪文が欲しいよね。セルゲイナスか、マジどうにもならん。ミラレイン強いんだけどさ、マジックパワー尽きたら終わるなこれ。ちょっとめっちゃ食らう。やばい、天敵だこいつ。そういえばメタル系天敵だったかばしら。早くなんとかしろセルゲイナス。引かないで、よし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 。あぶねえ、めっちゃ怖え。キャドで全然いいんだけど、攻撃よりあと3回しか使えないよ。ギガデイちょっと最終戦に取っておくか。マジックパワー温存しておこう。ここはちょっと自利品になるかもしれないけど、作戦でダイヤモンドスライムちょっと特技使うなにしよう。もう12とかもうそこいらのモンスターと変わんねえかな。痛い、1くらった。てかセルゲイナスも普通にやべえし、これあれだな、キラーパンサー回復に走らないと。いや弱っ、30くらいの回復量じゃもうどうにもない。テンション25になってるし。いやメドサボル強え。アンヌーサも使ってきた。最悪だ最悪だ、これはもうちょっと解禁しないと勝てる気がしない。いやもうすでに勝てる気がしないんだけど。ギガレイン、ダブルマヌスだ。いやーやられた、キラパンサーが。もうなんなキャド使えよキャド。でも死んだっしょ、死んだ。いや無理だこれ、危険しよう。 D は無理でした。いやもうだって6だよ。ギガデン一発も打てないっしょ。まあ、いやもう死ぬまでやろう。しかも3回攻撃だからさ、どれか一発当たったら終わるよね。痛いです天敵ばっかりだここ。マチン切りとかさ。ちょっとおとなしく E クラスからやっていこう。よし開始。おお素材、もうマジックパワーがない。キラパンサーギガデイもあと1回か。ちょっと1足んないんだな、ギリギリ。あれしびれてね。おーいいね、今回攻撃がめっちゃ当たる。今まで全然ミスばっかりだったからな。セルケイナスマジ変えたい。よし金400円。では白玉孵化の時間になりましたので、白玉を孵化していきましょう。とにかくもう誰でもいいからメスが生まれてほしい、ただそれだけ。ブリザード、おメスだ。オッケー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 。
ちょっと一回スタンバイモンスターとかと入れ替えるか。こいつ入れ替えようか。で2体目はヌボーン。ヌボーンってどんなキャラだっけ。あ、とりあえずメスだ。もうどんなキャラでもいいや。さあ、そして3体目踊る宝石、もうメス。なんかオスオスオスメスメスメスってなんだかんだでバランス良くなったな。キラパンサー変えちゃおう。あとこれで白玉がもらえるから白い卵1個回収しておこう。スカイドラゴンの卵って言ってるけど別にスカイドラゴンが生まれるわけじゃないからね。儚き運命の丸い卵。あとそっか、ビッグアイ別れないといけないんだ。さよなら。じゃあちょっと仲間になったブリザードヌボーン踊る宝石のレベルを上げて、でその間にスカルスパイダーとセルゲイナスの、まあ、ダイヤモンドスライムか10にしていきましょう。よし、これで3体とも10レベルになったんで一応配合はできる感じですね。さあ、安らぎの扉のボススライムファンクで、こいつ入れてますね。スカルスパイダー攻撃力197、だいぶ強いと思う。あ、黒曜の剣装備させてるけどね。でギガデイン何 70、 耐性あるか。85、いいね。攻撃もだいぶ痛いです。ちょっとで、ブリザードはキャド覚えさせてる。ダイヤモンドスライム、おたけび効くんかい。おいおいおい、待って待って待って。結構食らうな。さすがにスライムファンク攻撃力は高い。死ぬ。1、あ、死んだ。で、入れ替えしなくていいや。ギロギロミス。もういけるっしょこれで多分。何、まだ生きてるか。強いな。デッドボルト高くねえか。800円、おいしい。どっちかっていうと金の方が欲しい。じゃあスライムファングと分かれて、いよいよようやく配合の時ですね。楽々検索配合にしておくか。で片親指定でいこう。まずはダイヤモンドスライム、これで何が作れる。あと、ちょっと待って待って待って、ダイヤモンドスライムこれ検索だとあれか。子供の入手条件、条件なし。え、ダイヤモンドスライム親にすると、どうなんだ、母親にするで、ナス、あ、セルゲイナスとか普通にいけんのか。でもちょっとさすがにそれはもったいないよな。守備力アップに石頭催眠。石頭ってバイキュートとかあるっけ。あ、そうだよね。でこれで生まれてくるモンスターを、木馬の騎士、ダークキング、レッサーデモン、ちょさすがにもったいなさすぎるから、これはダイヤモンドスライムですよ。で守備力1600あるけど、だいぶ多分弱くなんだ。守備力と素早さめちゃ下がると思うけど、まあしょうがない。でちょっと待って、オスメスもういいや、別に気にしなくて。で絶対欲しいのはダイヤモンドスライムでしょ。でヒットポイント回復と、で石頭、あ、石頭はあれか、作るとかあんのか。催眠は、いや、いらないな。だったら石頭だな。よし、この3つにしよう。あれ、ちょっと待って、これとこれとこれ。ん？決定、決定。で、配合。で、これダイヤモンドにしよう。で、入れるでしょ？で、こいつはもう元々変えるつもりがないからいいんだよ。あとセルゲイナスよ、セルゲイナス。で母親に選んで何ができるか。黒竜丸、
黒龍丸か、これちょっともう一回やんなきゃいけないな。父親にしてヌボーンだと、これ誰だ、コスモファントム。いやーちょっと黒龍丸かな、今のところは候補としては。ブリザードは変わらんってことはよ、なんかブリザードちょっともったいない気がするから、セルゲイナスは S なのか、それは多分 A になるな、ランク的に。ヌボーンだな、いらないやつ。ちょっと待って、1つしか持ってない、あ、1つしか持ってなくていいのか、ちょうどセルゲイナス2つ持ってるから、これ母親にして、で黒龍丸で OK で、このまま気にしなくていいや。で地獄入れるでしょ、いるか地獄って、なんか微妙な気がするんだけど。で攻撃力アップも入れといて、宴会はいらないな、じゃあまあシャドウドロマでいいや。ギラ系のコツ持ってるけど何も活かせてない、まあいいや。でランクは A に下がるけどしょうがないよ。で黒龍丸は入れておきますと。でさらにこいつよ、あとスカルスパイダーで、母親がもう2人しかいないから、あ、ちょっと待ってスカルスパイダーやって、これでいけばいいんだ、踊る宝石、骸骨剣士か。まあまあまあありな気はするけど、戻して、あ、これで早いじゃん、あ、結局骸骨剣士か、どうすっかな。まあでも A っていうのは変わらないからね。木馬の騎士ってどう、ブルーファイターか、あ、でもテンションアップとか持ってんな骸骨剣士、じゃあ骸骨剣士でいこう。まあ A ランクだから全然いいでしょう。で性別もまあ気にしないで、でブルーファイターで異常回復一応入れとこう。暗黒、暗黒がいるかっていう感じだよな。ダウナーってだってルカにあるんだよな。いやでも押し切ればいいや、暗黒でいこう、ドルクもあるしね。よし OK、 これでそれで全員 S サイズになったから、ちょっと1人あれだな、入れられるな。これだって12でブリザード入れて、キラーパンサー入れて、でこうだもん。で卵1個あるからまだ配合いけそうだな。ブリザードをちょっと配合させよう、母親で。キラーパンサーをなんとなく残しておいて、ナス変えよう。で誰にできるって言ったら、なんとなくブリザードにしとこう。でこれもまあ気にしないでいいやん。で12の3と、オッケーオッケー。だから白玉もうちょっと欲しいよねっていうところ、いかんせん金がないから進めて金を貯めていこう。でちょっと待って、もしや全員レベル1に戻った、全員レベル1だからちょっとレベル上げしよう。じゃあ戸惑いの扉最下層前ですね。いやもうだいぶ強いよこのメンツ。やっぱブリザードだけちょっと弱いよね、骸骨剣士強いしマジで。でこいつね無知装備させてるだから全体攻撃。あ、メダパニやばくね、メダパニは普通にやばいぞ。混乱してる、あぶねえ、こっちに全体攻撃が飛んできたらマジやばかったぞ。でね、骸骨剣士はレベルの上がりが早いんだよね。
こいつを灯して井戸探してとっとと降りていきますか。でここクリアしたらちょっと D ランク格闘場リベンジしていきたいと思います。でアイテムはもうなるべく回収して、あれイザナイルーラってこっちだっけ。じゃあ行きましょう。人面獣と切り株お化けギガデイン、相変わらずの効果です。骸骨兵士何回攻撃してるんだ。あこいつ2回攻撃することあるんだ。やばいベギラマ期間一応回復できるのが骸骨兵士回復できるんだったっけな。なんかポイミを覚えさせた気がする。岩投げ痛い。おーいいね2回行動。ただちょっと火力不足ではある。魔法トーンダイヤモンドスライム普通に効くからな。こいつ魔法封じられたら結構きついぞ。24しか当たんない。骸骨剣士のそのランダの一発分にしかなってないんだけど。よし1200円卵が欲しい。マジで卵欲しいです。銀の卵っていくらなんだろうな。ダイヤモンドスライムどうだ。30魔人切り、いや待って待って、ダイヤモンドスライムのベホイマはまだいらないよな。一応覚えられるけど。で骸骨剣士はあそう異常回復でホイミ覚えさせたんだ一応ねっていう感じで。ブルーファイター極めるか暗黒極めるか。でもこいつ結構攻撃力普通に高いからね。で黒龍丸はちょっとヒャド系を覚えていきたい。ヒャダルコを1回目標にするか。ちょっと開けちゃっていいわ。ダークスパイクまで覚えよう。でブリザードンはこいつブルーファイターか。あヒャダルコいけんじゃん。よしよしよし、これで D ランク行こう。その前に人面獣とお別れをしなくてはいけない。さよなら。たまぼっちあと何分。あと23分、まだ結構あんな。じゃあ格闘場行きましょう。もう負ける気はしない。さすがにギガデインで1人排除。9カマチラだけちょっと怖いよな。いいね全体攻撃無知。え回心今てか分散してるからようわからん。キャタルコもいいね。グループ攻撃だしまあ1人しかいないけど危なげなくクリア。2戦目メトサボルめちゃくちゃ苦労したからな前回死んだ時。まずギガレインでモグラを排除してダークスパイク。いやどうなの。まあまあまあこれがえちょっと待ってこれ真ん中きついぞ。おおめっちゃ食らった。しかしテンションが上がってからのギガレインでいくつ当たるか。 326OK テンション上がって助かったな。そうか怖いのはさまよう鎧の魔人斬りか。早いなさすがにキラーパンサー早い。ギガメインが通じてる段階ではいいんだよな多分。おいいねいいねいいね火力で押してる。キャダルコキャダルコでも十分だからね。ダメージがね結構食らうは食らうんだよねやっぱり。楽勝800円。おいしい卵そろそろ買えるんじゃね。さあこれで D クラス勝ち抜きしたんで次は怒りの扉ですね。
なので、今回はここで終了して、次回怒りの扉からやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価していただければ幸いです。